台湾の広島緑連盟の議員やその支持者及び在日台湾人などによって行われている台湾本土化運動の一つ。台湾の公的な場で使用されている中国、中華、チャイナという呼称を台湾、台湾へ置き換え台湾の存在を中国の一部から中国とは別個の地に変えることを目標としている。特に2002年5月11日に実施された運動は 2002年は運動の啓蒙年であったことから511大湾マサナ運動と呼ばれている。この運動は日本政府が中華民国旅券所持者のことを中国人、日本当局はここで言う中国は国家としての中華人民共和国ではなく本土と台湾を合わせた地域としての中国のことであると仕るとして出入国管理している現状を不満に感じる。 在日の台湾人、中華民国国民の間から生じた。中華人民共和国は台湾に対する領有権を主張しているが、1945年から今日に至るまで台湾は中華民国の実行統治下に置かれており、かつ中華人民共和国の支配下に置かれたことが一度も泣いた多くの台湾住民は自らを 中華人民共和国の国民とは別個の民族、国民であると認識するに至っている詳細な調査結果は台湾人意識を参照。日本では1972年の日中国交正常化に伴い中華民国と断交、国家承認を取り消して以降、中華民国人が日本に入国する際に国籍を中華民国あるいは台湾として申請しても、 入国管理局管理によって中国、台湾という表記区分で登録、管理されるようになっていた。加えて日本社会においては台湾独立運動を中華人民共和国からの独立と誤解する者が少なくないことか、台湾は中華人民共和国の一部であるとの誤認識を持つ者が一定数おり、現在の日本で発行されるほとんどの地図では台湾が 大陸の各省とは違う書体を持ち、かつ、台湾省でなく、台湾と記すなど大陸とは、それとなく、異をつけてはいるものの基本的に、中華人民共和国領に組み入れられた形で、表示されている。このような日本政府、社会における、台湾の扱いに対し、1990年代になると在日台湾人の間で徐々に、疑問や不満が生じるようになった。 その背景として、1990年代に入って、李登輝総統が政治の民主化を推進するとともに、中華民国を中華人民共和国とは別個の国であるという、二国論を展開するようになったことで、台湾人の間に台湾人としてのアイデンティティが徐々に育まれていったことが挙げられる。これを受けて在日台湾人の間では、日本政府の国籍の扱いを中国人から、 台湾人へと変更させようという主張が台頭するようになり2001年からは実際に日本政府に対する抗議運動が行われるようになった。これが現在の台湾マサナ運動の原点である。台湾マサナ運動は当初は日本政府が行う台湾人の国籍取り扱いにおける不行きと時を修正する運動であった。だが運動が進むにつれて日本政府が行う 台湾人の国籍取り扱いは台湾の統治国家である中華民国の正当性が問われる問題であることが判明した。元来、中華民国は中国大陸を統治する中国、チャイナの国家として建国された国家であり、1948年成立の中華民国政府も自国を中国の国家として辞任していた。だが、国境内戦によって、 中国大陸に中華人民共和国が建国され、中華民国の統治区域がほぼ台湾のみに限定されるようになると、国際社会における中華民国の中国の国家としての正当性は危ういものとなり、1971年には国際連合によるアルバニア決議で中国の国家としての正当性を否定された。中華民国は大多数の国から、 中国の国家としての承認を失ったが、今日に至るまで中国の国家としての正当性を自認し続けている。詳細は中華民国の政治を参照。日本における台湾人の国籍取扱い問題も、その由来は中華民国の中国の国家としての正当性にある。中華人民共和国建国後も、日本は中華民国の中国の国家としての正当性を承認し、 俗、台湾人を含む中華民国国民のことを中国人として出入国管理を行っていた。1972年の日中国交正常化以降、日本は中華民国の中国の国家としての正当性を承認しなくなり、以後公式には中華民国を国家として扱わなくなった。これは日中平和友好条約において、日本国は中華人民共和国を唯一の 中国の国家として待遇せねばならないと取り決められたためである。これにより日本における出入国管理上の中国人は中華民国国民から中華人民共和国国民へと変更されたがその際に日本政府は台湾は中華人民共和国の一部であると中華人民共和国がバリしたことと中華民国が依然 中国の国家としての正当性を自認し続けていたことから中華民国国民という中国人として扱われていた台湾人はそのまま中国人の一部として出入国管理扱われることとなった台湾人が中国人として扱われるようになったのは台湾が海路宣言に基づき終戦後の中華民国による親中に伴い事実上の中国領となったため 当時台湾にいた日本人は日本本土へ帰ることができたが台湾住民、本島人は日本国籍を自動的に剥奪され中華民国籍となったことに始まる。以上のような背景が判明したため日本における台湾人の国籍取り扱いを変更させることを目的としていたマサナ運動は徐々に中国の国家という中華民国の正当性を問う。 運動へと発展してい。それとともに、マサナ運動は、李登輝の政治の台湾本土化政策によって、台湾人としてのアイデンティティが構成されつつあった、台湾にも伝播し、李登輝の後を継いだ、広島緑連盟の構成員も運動に主導的な役割を果たすようになった。このような動きを象徴したのが2002年5月11日に、台湾で実施された511大 E1。 マサナ運動である。現在、マサナ運動は中華民国を中国の国家から台湾の国家へ再編成することを目指しており、具体的にはおよそ以下のような事項の達成を目標としている。2007年2月までに主に以下のような影響を及ぼしている詳細については中華民国を参照。一方で、マサナ運動は中華民国、 台湾の国内外で様々な問題を生み出している。国外では、台湾は中華人民共和国の一部、一つの中国と主張する中華人民共和国政府が台湾のマサナ運動を台湾独立を促す動きと捉え、警戒している。そのため、ことあるごとに台湾への武力行使、台湾有事をちらつかせながら、影に火にマサナ運動の展開を妨害している台湾問題。 また、台湾関係法を制定しているアメリカ合衆国も、台湾有事回避のために、一つの中国という台湾問題の原則を支持しており、中華民国政府がマさな運動を展開することに難色を示している。一方で、中華民国にも未だに大陸反抗、南京奪還を主張する人がいる。国内では、中華民国を 中国の国家として存続させようとする勢力、広島連盟が存在しており、マサナ運動に対する反対運動を行っている。また、運動を推進する広島緑連盟も、メンバーの沈水編が、相当、国家元首職についているとはいえ、広島連盟との激しい対立やアメリカとの、決裂を招くために、相当選挙で公約とした。 台湾マサナ運動の全面的な実現はできていない。そのため、台湾の漫画家である、方永城は、沈水平らが唱える、マサナ運動を、阿久、阿久聖殿の主人公の精神勝利法にへ、批判している。離島である、金門県は、行政区が、福建省、地理的に、台湾本土ではなく、中国本土に属する、言語は、台湾語ではなく、中国大陸に近い、 歴史的に一貫して中華民国の領土であり続けた党のことから国名を大にする台湾マサナ運動に対する反発が強い。このような国内外の理由から現在の台湾ではマサナ運動に対する世論の評価がほぼ二分されており、マサナ運動の展開はなかなか進まないでいるのが現状である。台湾マサナ運動は日本で活動する 台湾独立運動家の林健良が、発起人である。なお、現在、マさナ運動に関わっている台湾の著名人には、この運動の総称就任を務めた、元中華民国総統、任期、1988年から2000年の離登期や、元中華民国総統副国策顧問の金美霊、評論家の高文雄などがいる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。